お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、なんと新環境に、まあ、なりますというか、まあ、まだなってないんですけど、バランス調整の内容がね、はい、こちら見ていただければわかるんですけど、発表されましたというところでね、これについてまあ話しながらと、あとまあ新カードが降ってきましたね。このエレクトロジャイアントというカードが8コストのね、キャラが出たので、ちょっとこれもね、触りつつ話せていけたらいいかなと思います。で、一旦まあバランス調整のこの辺について話すんですけど、まあマスケット重視が下方、まあなのでついでに3重視も下方という感じで、初撃速度ですね、まあ、一番最初の攻撃っていうか、まあ歩いてて敵とぶつかった時の最初の攻撃だったりとか、まあ歩くたびのてか、まあ毎回の最初の攻撃ですね、初撃がちょっと遅くなりましたよという部分ですね。で、なんかバグで三重視はもうすでに遅くなってるみたいです。はい、どんまいです。なので、まあ三重視使ってる人は、あれなんか遅いなって思ってた方はもう正しいですね。はい、というわけで、まあ、あとは、まあ、スケドラとヒースピは最近すごい強かったので、まあ、その辺の攻撃速度だったり回復量が落ちるというので、まあまあ妥当なんじゃないかなという感じで、ここの2枚がちょっと面白いですね。なんと、ヒーラーとゴーストが浮遊効果をね、持ちますというところで、あの、まあ、浮いてたのに今まで地面についてる扱いだったので、多分川とかを渡れるようになると思うんですよね。真ん中の辺に出したら、こう、川を渡って、まあ、相手の施設にこう、一直線行ったりだとか、まあ、なんか川を渡れることによって、こう、高めのね、マスケットとか、橋の、なんか真ん中の高めのアイスイーツとかマスケットとか、すごい厄介だったと思うんですけど、ああいうのにも直接こう、攻撃できるようにね、なるんじゃないかなと思います。なので、ちょっと面白いですね。まあ、渡んない方が、いい場面とか、なんかね、ユニットの後ろについてほしいとか、渡んない方がいい場面とかもあるんですけど、まあそこをちょっとこう、うまく使いこなせたら強いんじゃないかなと、まあ、いうところで、まだね、新環境にはなってないので、まあこれからなるよって感じですね。まあ一旦このエレクトロ、ジャイアントドラフトチャレンジやっていこうかなと思います。で、一応前シーズンのマルチが275位、全然でした。お疲れ様でした。というわけで、やっていきます。うわ、出た。で、なんか、こうもう使った方がやっぱ何人かいるみたいで、その人たちの感想といいますか、評判だとエレクトロジャイアントめっちゃ弱いみたいです。なんか事前にこの動画とかなんかいろいろ YouTube でね、このエレクトロジャイアントのこう使用動画みたいなのが出てて、めっちゃ強いじゃん、こいつぶっ壊れじゃんってこう言われてたんですけども、なんか使われるとすごい弱いみたいですね、使うと。まあ、なので、まあ、弱いなら使わなくてもいいんですけど、まあ、動画的に今日は僕はね、このエレジェイをね、いっぱい持っていこうかなと思います。さ、で、こいつは、まあ、ジャイアントなので、施設に向かっていくですね。優先目標が施設なので、多分このゴーレムとかに攻撃しないんですよ。だから僕はゴーレムに対して、このドラゴンを合わせたのは、さっては間違いだったかもしれません。まあ、なんですけども、なんかカウンター効果を持ってるんですよ。攻撃してきた相手にこうカウンターをする。なので、こうホバーとかがね、攻撃してきたら今みたいなこれですね。で、めっちゃチェーンする、9体ぐらいにチェーンするんだっけ。なので今ギャングとかが多分散った、あれチェーンだったかな、なんかそんな感じの話もあった。なんかね、もう1枚新カードが出るみたいで、エレクトロスピリットかな、まあ、そのカードのことなのかな、わかんないんですけど、ちょっとね、全然触れてないので、もうちょっとちゃんと理解しておけばよかった。まあまあ、ここで攻撃されると、でされて範囲ですね、このなんか薄い線があるんですけど、この範囲外から攻撃されてもこいつ何もしません。ただの盾です。で、でも範囲内に入ってくれたらカウンターで、こうだから、こういう一方的に攻撃されるホバとかテスラとかに、とか施設とかにもちょっとね、弱いんじゃないかなっていうのがありますね。範囲内に入ればいいので、まあこう遠距離系のユニットが来ても無理やりこう攻め取るねで、自分に、近くにして、でそれでカウンターをするとかもあると思うんですけども、なんか今のところお前本当に8コスかっていうような印象を持てますよね、今のだけでも。まあもしかしたらね、こうもっといい使い方がね、あるあるですよね。新カード出た時になんか、あーこいつ弱えわって僕よく言うんですけど、よく言うんですけど、ちょっとだってこうみんなね、使い方を理解してくると、うわこいつ強えみたいなのがよくあるので、
まあ、まだこうみんなって言ったら失礼かもしれないですけど、強さに気づいてない説はねあるんですよ。まあ、でも僕以外の方もみんな弱いって言ってるので、もしかしたら本当にただただ弱い可能性もあるんですよね。そうそうそう、こういうねエレジアイがさ、ファイアルチアをカウンターしてるんですけど、カウンターの威力もそんな高くないんですよね。でもこれタワーに攻撃すると、あ、タワーに攻撃するだけだと何も意味ないんですね。ただただ攻撃されると、チェーンのねカウンター攻撃がありますよというところで、ね、こいつ自身の攻撃とかにもなんかねカウン、チェーンが、ね、あったりするとちょっと面白い気もするんですけど、よいしょさ、もう2000ほどちょっとねやってみたいですね。全然なんかしっくりきてないな今んとこ。よいしょさ、あれ待って、新カード選ばせて。さ、新カードは運ゲーになりましたよという感じですね。まあなんか6コスぐらいでいいんじゃね。なんかそんな感じですね今んとこ。6コスでちょうどいいとかかな。なんかカウンター効果は今までなかったのですごい面白いんですけどね。まあ、なんですけど威力がそんな高くないので、まあ小物いっぱいの相手とか、まあそういうのにはすごい刺さるかもしれないんですけど、なんか普通に8コスって考えた時になんかねもうちょっと働いてくれてもいいんじゃないとなっちゃいそうな気がします。まだ1回しかね、動画内で1回、動画前にさっき1回触れてただけで、まだ合計2回ぐらいしか触れてないので、まあ、なんとも言えないんですけども、とりあえずザッピー邪魔だな。まあ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 、とりあえず新カードが僕は今2枚咲いただけなので、もしかしたらもう1枚ねこの次に出てくるんですけど、運が悪いと相手に新カードが、あれ全然もう、あ、オーブン出してたのか。はい、というわけで新カードは今回相手ですね。なので来た相手のこのエレジアイをどれだけこう簡単に守れるのかっていうのでね、やっていければいいかなと思います。でこれチェーンするんだったら、このオーブンに、あ、オーブンムートでなんかね、わかります？俺がしたいこと、キング起動もできるんじゃないかっていう、これわざとちょっと待ってね、よいしょ、あ、待って、壊れたらダメ、壊れたらまあダメ、てかなんなら、あれ、そう円に入ってないから、あれ、ちょっと待って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 、弱っ、ちょっと待って、いやびっくりしたんだけど、全然思うようにできなかったんですけど、普通に死んでったっすよあいつ。歩くのが遅いですね。さては、あのカード。歩くのが、まあ、遅いので、歩くのが、まあ、もしかしたら速くなるとか、まあ、なんでしょうね。もうちょっとね、こう、多分強化来そうですね。で、今は多分出たすぎて弱いんですけど、ちょっと経って強化されて、まあ、こいつ強くなりすぎだろっていうオチが僕はね、もう見えましたね。まあ、わかんないんですけど、8コスなんでね、なんか8コスってクラロワで今9コスが3死でゴレが8コス、まあ、その2枚ぐらいしか多分トップコストいないので、めったらこうクラロワのこのゲームに2番目か3番目ぐらいに一番威力が高いカードと、まあ、いうことなんでね、やっぱこれチェーン、お、おー、なんかなんとも言えないですね、よくわかんないですね。攻撃してる相手にだけチェーンがいくのかな、なんか弱くないですか。よくわかんねえし弱くない、攻撃してきた相手に、まあ、チェーンが行くのはすごいわかるんですけど、その周りにもチェーンすんのかなって思いきや、チェーンしてるのがすごい微妙だったんですよね。まあさすがにするか、よいしょ、まあまあまあ、とりあえずね、まあ勝ちましたよというところで、新カード、ちょっとなー、ちょっとなー、楽しみだったんすけどね、新カードどう使うのがね強いんですかね。まあ小物に強いから、じゃあ小物じゃないこう遠距離系に強いカードと合わせるのが多分間違いなくいいんですよ。まあなので、まあトルネードで遠距離のユニット引っ張るだとか、まああとは、あとはですね、思いつかない。そんなこと言ったらかわいそうなんですけども、まあ、とりあえず新カードが出てこないんですよね。運ゲーです。僕にね、エレジアをね、ください。来い！いや、来ねえな。多分、あれか。やっぱ新カードみんな使いたいので、うわ、来た新カードだって多分相手取ってるんですよ。いや、取ってねんかい。ちょっと待って待って。普通、
エレジャイかジャイが多分選択肢になったんですよね。エレジャイ取れよお前、やめろよ、かわいそうだろエレジャイが。まあ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 、まあ、とりあえずね、とりあえず、エレジャイ次活躍しますよこれ。だってインドラをこう持ってきながら、いやいいや、エレキにしようちょっと待って、エレジャイの活躍する場所を自ら奪っていく。よしよしよし。で相手のねユニットにね攻撃できないんすよね。まあそれはまあジャイなんでしょうがないかもしれないんですけど、まあそれなら歩くのもうちょっとねパワーアップしてもいいんじゃないかっていう。さあ行け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 、お前のね可能性を見せてやれ。さあ来るぞ来るぞ、うん、ピピ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 ピ、まあ攻撃、あでもやっぱチェーンしてますね。一回攻撃されたらその周りにチチチチチンって感じですね。まあまあまあ、なんとも言えないんですね。ちょっと楽しいからいいんですけどね、僕は。新カードはね、やっぱまあ楽しいですよね、こういうのがあると。うい、エレキ強っ。エレキでいいんじゃない？エレキとジャイでいいですね、エレジャイ。最低な発言してる。かわいそう。まあまあ、まだね。今のだって、今ので1500ぐらい多分タワー削ってるって考えたら、まあ普通に強いかな。ちょっと無理しすぎかな。まあエレジャイね。エレジャイ。あちこそな、重てえな。それならこれでいいっすもんね、ぶっちゃけこれ。これでエレジャイこう出すってなった時に、なんか、ハチコスでこれかってなっちゃうっすね。ゴレとか、なんかエリゴレとかの方が圧力がすごいですよね。まあそれにしても歩くのがおっせんっすよね。ジャイと一緒なのかな。さあ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 、攻撃してくるやつらをぶちのめしてやりなさい貴様。いけいけ、おいおいしおいし、あんなもうチェーンしまくって、んん、えちょっと待って待って、残りすぎじゃねちょっと待って待って、残りすぎじゃねってか、もしかしたらやっぱ攻撃してきたやつにだけチェーンしてんのかな。だってこれでヤリゴブ殺せるんですよね。まあヤリゴブリン攻撃しなさいって、あで攻撃したやつはまあカウンターか。まあ、なので、ただただ、カウンターですね。エレジャイ。普通にチェーンしてないっすね。ごめんなさい。チェーンは新カードの、もう一枚の方の話ですね。なんか、出るっぽい。出ないの？多分出る。エレクトロスピリットが、そっちがチェーンするってやつですね。こっちは多分チェーンしないっすね。ただの、カウンターを持ってるジャイアントですね。さあ、という感じですね。まあ、なんかね、パッとしないすごいパッとしないんですけど、ステージがかっこいいぐらいですかね。まあそんな感じでね、ちょっともう一戦やろうかな。なんかもう一戦これだ、これを多分クリアしたらゲットできるんですよ。しかも報酬が豪華ね。なので、皆さんぜひエレジャイを取らないようにした方がいいですね。なのでエレジャイに強いこういうウィザードだったり、まあ遠距離系を、取るのがいいかな。だからガゴムレとかが弱いんですよエレジャイに。なので、ファルチを取る。で、まあ、アンパイファイボかな。まあ、雪玉でもよかったんですけど、まあ、ファイボを取ってしまえば、こっちのウィザードだったり、ファルチが生きるので、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思います。さあ、スケとかも、ヤリゴブとかはエリジャイニアン超弱いですね。もう、ビリビリビリって、自分から攻撃して、自らやられるっていう、まあ、そんな感じですよね。さあ、ヤリゴブリンで、おウォールブレイカーもある。これ、さては、周りのカードが強い説があるですね、このデッキ。やばい、めっちゃいい。めっちゃいい。はい。はい。さあ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 、とりあえず、今回僕にエレジャイがないので、勝ちましたね。そういう言い方したらマジで良くないんですけど、なんかね、こう、スポーツとかでね、体育の授業で、こう、チームでね、3人3人とか、まあ5人ずつ分かれるじゃないですか。でこうまあ上手い人がいるね方に入りたいとかあるじゃないですか。けどあお前いるから負けたわみたいな、うわお前と一緒かよじゃあ無理じゃんみたいな、まあ、僕はそんなことないマジでしたことないし、本当にこれは本当ねないんですけど、そんな感じですよね。これお前いるから負けるじゃんってさ、このスケははいバイバイおーい、そんな感じですね。でもウィザードは無傷という、ね、カウンターされやすいのかもしれないですね。エレジャイなんかカウンター能力持ってる割には遠距離ユニットが残っちゃうので、カウンターされやすいってなると、まあじゃあカウンターをしっかり抑えられる、まあデリバリーだったり、エレジャイプラスの、まあ何かで攻めて、まあいっぱいカウンター来るのをデリバリーかなとか、まあなのかな、まあ、そんな感じ。まああとエレジャイトルネファイブとかもちょっと強そうな気がしますね。
こうエリジェイの近くに集めといて、ファイボでまあ処理もしなくてもいいのか、まあ、それならジャイでいいもんな。どんどんエリジェイのいいところ探そうとして、エリジェイのいいところ一個も出てこん、なんなら悪くなってきた印象が。さ あだってロイジェイがどう考えても強いですもんねこれ。やば、ちょっと待ってよエリジェイ、俺に使わして、俺が頑張って使いこなしてあげるよ、自信はない。エリジェイミラーどうすか皆さん、ちょっとやりたいなと思ってたんですけど、本当に弱いならそれ必要もないのかな。キューコスで出したら逆にバケモン並みに強いとかあるかな。まあね、ちょっとまたそういう動画も、ね、出したいですね。さあこれ、まあファルチは円に入っちゃうんですけど、言うてそうだ、カウンターのダメージが少ないんですよこれ。ほらファルチが残るんですよね。あ、残らなかったんですけど、まあまあまあ、なんかねカウンターがもっともっと威力が高くてもいいのかなと思いましたね。よいしょ。さあウィザード OP だな。いやあれ、多分あのカード取った人負けますよ。あんま言いたくないんですけどね本当に。まあでも僕いつも新カード出て弱いって言うと後々強かったり、強いって言うと後々弱かったり、僕のこう新カードに対するとか、まあこうアップデ後のカードの話をしたら基本的に当たんないんですけど、今回は当たりましたね。はい、こいつ弱いっすね、まあ、みんな言ってるんでね、さすがに弱いでしょうという感じで。でもまあ可能性はないことはないので、またねこのエリジェイ動画出せたらいいかなと思います。というわけで、マスケットね使って方々、使っていた方々ね本当に、残念です。アイスイーツ使いましょうというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。ではまたね。